グラグラおでん、はい、2月27日発売に確定ストアページはもうこれ確定になったんで、うん、まあ当日ちょっと4人で打ち上げ放送行こうかなと。中岡じゃないよ、4人目はこれ K さんだから。あ、私じゃない。中岡はちょっと、まあ、家でグラグラおでんでも買ってやってもらおうかなと。あ、もらえもしない、もらえもしない自分で買えと。気になる価格は、はい、300円。安いや、これ僕と大久保さんでバトルがあったんだよね。僕はいや別に500円でいいんじゃないですかと、うん、もろ出し相撲と前と同じく、うん、そしたら大久保さんが、いやスイカがと。スイカがと、うん、でもあの人にこれスイカのパクリっすよねって言ったらブチギレるから気をつけて、うん、え、ダメなんだ。前言ったら本当怒ったから、うん、いやスイカじゃねえよってどう見てもちげえ。でもその時はいやスイカが300円だから僕らも300円でいきましょうって大久保さんが、うん、スイカ意識してるんだ。意識してるんだけど外から言われたら切れるんだよね。あ、これ絶対言わないで、コメントでも怒るから、うん、スイカはもう禁句だからね、おでんだから気をつけよう、うん、ダメだよスイカって言っちゃ。なんだハイスコアを競えるからさ、うん、オンラインで、まあ、スイカと同じくで、うん、あ、これも怒るからダメだオンラインでスコアをやれるんで、はい、でもみんなでよくあるやつかな、その日のハイスコアを決めましょうよその日も出るのんスイカじゃんそれ、その日のハイスコアって。いやスイカ怒るからやめろって。あ、マジで怒るから。悪い悪い悪い。結局だから作ったのは3ヶ月半とかがね、だいたい11月ぐらいからスタートしてるから、うん、まあそんなもんじゃない。あとは、まあ、3ヶ月でできるんかい。そう、スチームに上げるときに1ヶ月弱結局かかっちゃってできたのはね、うん、今年のまあ1月後半ぐらいなんだけどさ、うんうん、まあ1ヶ月ぐらいスチームであれこれやり取りとか、まあいろいろ審査とか翻訳とか審査がかかっちゃった、うん、まあ、制作期間は3ヶ月弱で、はい、なんとかなんとかといったところで、まあ間に合ってよかったよ、うん、みんなでやりましょう来週。楽しみね、これで、YouTube かな、おそらくやると思うんで、うん、よしよしと。これじゃあ YouTube でやってる間に、うん、買ってやってる人がいたら、うん、こうランキングにどんどん乗ってくる。あ、まあまあそう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 。僕はハイスコア狙いますんで当日。いや見たいなそれ。ああ楽しみだ。これ売れたら、うん、まあ、4人でどっか行こうかなっていうのは。おお、シュラスコ。シュラスコ。シュラスコ。シュラスコぐらいは売れるだろさすがに。3000円なら一人。そうそう、ね。四国か沖縄かみたいな話してたんだよな。ああ道外ね。うん。四国もいいよな。坂本龍馬像いらないな。なんで入ってきてんの？え、どういうこと？え、なんか今いらないなとか。なに、あれ？え、ちょっと待って待って待って。なになになに、俺も連れてくよね。4人でしょ。いや、そこは入ってきた分は俺にもよ。もうしてないでしょ。グラグラおでんに何か関係があるかというと関係ない。でも来る感じ、うん、もう会員放送でこう俺がねもうプッシュしてるからさ、もうプッシュを踏んで来る感じ、うん、これはもう。ちなみにどこ行きたいのさ。俺香川とか行きたいかな。あー、じゃあ M さんとこ。あ、そうそうそう、あの一角、俺の好きな、あ、一角の本場があるからそっちの方とかもいいなって。いや食いますか、うん、香川はありだよね。あと大阪とか、もうみんなで粉もんをひたすら食いまくる。大阪君何回も行ってるじゃん、奥さんの実家あるんだから。それでもほらやっぱり奥さんの実家行くと、あの親戚周りでそんなに観光してないのさ。ああ、なるほど。そう、じゃあみんなで道頓堀で飲むかい。いいね。たこ焼きバーあるじゃんあそこ。行きたい行きたい。何やってもたこ焼きつまみに飲まされるやつ、うん、たこ焼きでハイボール行くか。もうバクバクよ。100円たこ焼きとかあるよな。あるね、あるね。たこせんで、うん、たこ焼き挟んだあるわ。タコせんか。あれもある。あれもうめんだ。僕ラジオ焼きも久しぶり食いたいんだよね。汁だくに。あ、牛筋のやつ。あ、牛、あ、そっちだ。うん。ん？じゃあ僕の言ってるなんだ。もう一個あるな。なんだ。牛筋入ってるな、ラジオ焼きか。だと思う。汁でつけてるやつは。ね、根性焼き？なんだ。それタバコのやつだよ。違うか。なんだっけな。明石焼き。明石焼きか。お出汁で食べるやつ。お出汁で食べるやつ。あ、明石焼きだ。明石焼き。うん。そうだ。それも食べたいな。あ、カス、カツで。カスうどんとかも食いたいな。カスうどんもいいな。おい、串カツ、串カツもいいよ。大阪にしよっか、やっぱ。うん。M さん来てもらって。そうね。ヘルニア押して来てもらって。いい大阪だな。うん。どこで遊ぶの？ USJ。USJ いいんだよな。みんなで USJ はたまらんべ。僕マリオ行きたいんだけど、そろそろ。行こう。マリオ。この前、あれでしょ、うん、混んでて、なんか一つしか乗ってないんだっけ。いや、マリオ、ハリーポッターで死にかけて。あ、そっか、もう終わったんだ。うん。で、マリオは、うん、もう、事前に
チケットとか取っとかないと、そういうパターン、3時間待ち4時間待ち、あ、そういうこと、無理だった。大丈夫、エクスプレスパスでゴリ押しできるはず。それはいいね、うん、ハリーポッター君ダメね。いや行かない、だから見るだけ。俺は別行動でいいわ、現地って言ったら。僕ら4人でハリーポッター行くから。うん、ライド系は行って、ハリーポッターと、あと恐竜の乗って足ブラブラさせるやつは絶対やらないと。無理無理、あんなの俺だからもう現地解散するから。俺入り口で待ってるから。いや入り口の下の方にさ、うん、手肉で食べれるとこあるから。バカバカ、手肉食ってるよ。で下から俺写真撮るわ、みんなの。ああ、それでいいよ、そうしよう、うん、緑のネットで多分撮れないけどな。僕そうだった。そう、フライングダイナスをね、うん、それはちょっと、あれは怖すぎよ。おでんで行きたいな。まあ、しゃあない、じゃあ5人で行くか。うん、うん、でも予算売れなかったら定山系とかになるよ、うん、まあしょうがないな。なんでそんないきなりテンション下がんねん。だって定山渓いつでも行けるじゃん。だってシュラスコですらいつでも行けるって行かなかった男たちよ。あー、行けるだけ、うん、行けるだけいいよ、うん、定山渓いいじゃん。飯食いらどこでやっていいんでしょ。なんでその口曲げんの、ね、なんで言っちゃうかな今。なんだ、定山渓は嫌か。定山、青森とか行かない、じゃあ、あの、行ったことない、あそこ行こう、仙台行こう、牛タン食いに食べたい。そうだったらまだ近場っちゃ近場よ、うん、北海道からだったら牛タンの食いだ俺。牛タン、ずんだ餅、うん、君はダメなんだな。ずんだ餅いらないな。じゃあもう現地解散だな君は。なんで俺毎回ハブられなきゃいけない。だって一緒の文句はないんだ。牛タン行こうや。牛タン食べたい。じゃあ仙台連れてくわ、うん、それか函館とか。函館いいね。そっち系で、まあ海鮮丼食いだ俺。僕の車で行くんだったら函館一番いいかもな、うん、車2台でさ、俺も出してさ、いいね、車2台でみんなで行くでもいいんじゃない。お前の方誰も乗らないぜ。だ俺一人でいいじゃん。現地解散か。どうする、マジで。でも M さんの飛行機に乗って長距離っていうのが結構きついから、だから四国周りで考えてたのよ、うんうん、大阪だったら全然 OK よ。ああ、来てくれればね、うん、大阪、うん、北海道ってさ、2時間ぐらいかかるのか。降りて乗り継いでもう一回北海道だからさ。あ、直じゃないんだ。 M さん家行くか、いいよ、旅館だから。あそこ、うん、泊まれんじゃん、そのまま泊まれる、民泊になってるはず、うん、M さん家でうどん食う。M さん、そしたら M さんがなんか接待みたいな感じになって、おなんで売れたおかん。なんだこいつらの宿泊機みたいなのただにしなきゃなんないやってなるか。よくないな、それはな。高松空港、あれ空港で来てんのかな。いや、電車かなんかで来てる気がするけど、あの人ね。あれなんだっけな、どういう交通ルートがあるか分かんないもん。忘れちゃったな、あの人。でもうどん食いたいね、ほんまの。いやー、うん、なんかすごいんでしょ、腰とかが。さぬきうどんね、食ったことないですよ。食ったことないの、うん、僕食べたさぬきうどん、あまりに腰強くて太すぎて、うん、味なかった。うん、そんだけギュッてなってんだ。美味しそう。座布団みたいなうどんだったんだよな、僕食ったの。どんなのそれ。何だったんだろうな。ほんとさ、この USB メモリーみたいな太さだったよ。こんな、これみたいな太さで来てさ、あれはきしめん噛みちぎれるのかっていうぐらいのやつだな。何だったんだあの太い麺は。まあ、あれま、でもそれで腰あるんなら美味しそうね。腰ありすぎるよ、うん、スープも絡むでしょ、太いから。いや絡まなかったんだって、だから味しなかったんだよ。マジか。